新井健太、ルアーデザイナー、そしてトップウォーターアングラー。1996年千葉県浦安にルアーショップフロッグをオープン。その後自らのブランドフロッグプロダクツを立ち上げ、大好きなバスフィッシングとアートスティックな感性を組み合わせたプラグ、ロッド、リールなど数々のフィッシングアイテムをプロデュース。そのユニークな発想とデザイン、卓越したトップウォーターバスフィッシングテクニックは多くのバスアングラーを魅了している。ヘドンというブランドは1900年代初頭ぐらいから、そのクレイジークローラーとかですね、ああいった形ってなかなか思いつかないと思うんですよ。特に一番インスパイアされたのがそのファーストフロックですね。ああいったこう抽象的なカエルのリアルなものもいっぱいねあると思うんですけども、ファーストフロッグっていう形は自分としてはすごく最高のデザインだと思ってますんで、の当時からあったっていうのが一番のヘドンの魅力ですし、現代のフィールドにも対応できるルアーをその当時から作ってたっていうのが本当魅力だと思いますので。がこうやって魚っぽいやつもありますけど、魚っぽいよりはなんかね、ドアジャックミノーにしてもあんまりその魚っぽくないじゃないですか。もっと魚っぽく作れたと思うんですよ。しかもこういうセミみたいなクロールするルアーでバスを釣ろうとか魚が釣れるっていうのにすごい衝撃を受けましたんで、一言で言ったらバスフィッシングの原点ですね。クレイジークローラー、その愛くるしい表情とデザイン、ボディの横に取り付けられた羽で水面をクロール、その動きとサウンドでバスを誘い出す。その時の広告ページで、もしあなたの心臓が弱いのならこのルアーの使用はお控えくださいのキャッチコピーは、バスよりも先にアングラーの心をキャッチした。その後1957年にプラスチック化され全米中に広まっていった。1900年代初頭にもう当時もうこれがジム・ドナリーさんが開発してこう出来上がってたっていう部分ですんで、そこがすごいなと。この形自体がすごいですし、このクロールさせるっていうことの発想がもう本当まずその当時考えついただろうかと思いますよね。なんでもっとセミそっくりにしなかったのかなとか、フィッシュライクな形はしてませんので、それでじゃあこれが魚の動きに似せるのかよっていうことじゃなく、多分リアクションに訴えてると思うんですよね。それをヘドン社がそういうものを開発して実際すごいアメリカでブレイクしたわけですから、それがすごいなと、その文化がすごいなと思いますよね。フッとこう出ましたね。
Before